皆さんこんばんは。こんばんは。時間になった。はい、なりましたよ。ということでですね、本日もショールーム、はい、始めていきたいと思いますけれども、お願いします。さっきもね、この放送、はい、道玄坂、TV、今ね、つい本当先ほどまであのバカ馬なミクがですね、歌っておりましたけれども、すごいキャラの人がいましたね。すごかったですね。いいね。歌ってる時と歌わった時のテンションの差がだいぶ燃える感じの方が、まあ一応こうなんかやっぱ人だからちょっと疲れるんだろうね、若干。そうですね、そうですね。終わったみたいな感じにはなるのかな。感じになるんでしょうね。いや、でもいいですね。まさかのこういう放送も見れちゃう道玄坂 TV っていうね。そうそう、いいよね。やっていきたいと思いますけれども、はい、ということでですね、はい、この放送はただいまショールームから生放送でお送りしておりまして、はい、後に YouTube の方でタイムシフトの方も公開されると思うんですけれども、これ放送されてる今してますよ。してますよ。ということで私たちもですね、こちら携帯の方からリアルタイムで放送を見まして、はい、はい、コメントの方などを読んでいきたいと思いますので、皆様遊びに来たらぜひ来たよと教えていただきたいと思います。はい、よいしょ。おかしいな、俺またログインしてないのかな、これ。あ、やべ、私もだ。ちょっと待ってください。いろんな準備が必要ですからね、こちらも。本当だ。はい、本日はですね、かわゆすなゲストをですね、はい、プライベートで約束してたんですけど、連れてきました。うん、すごい。いいよ、今日テンション高い。別にね、こうなんか、仲が悪くて今こういう状態になってるわけじゃないの。いますか、こう。ちゃんと開けてますか。ここに今、人いるから。そうですよ、かわいい。どうも、こんばんは。こんばんは。こんばんは。っていうのも、これ今日は一日こういう風に感じでやろうと思っているんですけどね。これなんかさ、ちょっと待って、これ繋がってるの本当に。これなんか、あれですか、ここの Wi-Fi 変えました？いやいや、変わってないです。あ、そういうことか。せやん、ありませんけど。これ繋がってるよね、ちゃんとね。だってみんなはなんかいろいろ書き込みしてくれてます。あ、本当ですか。本当ですか。で、ちょっと2人とも繋がってないっていうのは やっといてね。はい、何をやっとけばいいのこれ。なんか噂によると、ちょっと、待って、俺も繋がってないんだよね。大丈夫、電話鳴ってるし。お、電話鳴るんだ。すごい。いいね。そう、こういう番組で声だけ聞こえてる感じで。あ、そう、ちょっと待ってね。これ繋ぎたいんだよ。みんなの声が聞きたいです。フォロー中の道玄坂 TV を、あれ？なんで繋がんないんだっけ？なんでだっけ。あ、わかった。違う、俺間違えた。わかったぞ。絶対、あの、ユーストリームの方繋がってた、今。あ、それは繋がりませんね。間違えた。違うんだよ。はい。ショールーム、今ですね、皆さんのコメントを読むために必死に私たちは繋いで、はい、先にやっとけっつう話ですよね。そうなんですけど、本当準備があるよね。っていうかさ、ここに来る時間が遅いよね、俺ら、いつも。私今日はですね、ちゃんと15分前に来てますから。なんと。みゆちゃんを連れて。そうだよね、みゆちゃんもいたしね。みゆちゃん、みゆちゃんって、みゆちゃんです。今日、みゆちゃんです。はい、まあこんな感じで今日はお送りしようかと思ってるんですけどもね。ダメだ、繋がんないからいいや。違う、絶対俺は繋がる。よし、はい、これでいけるよ。ドン。大丈夫ですか。待って繋ぎました。はい、ということでですね、はい、大丈夫ですか。なんかほら、繋いでる今一生懸命。あのショールームの方からコメントをしていただけますと、私たちの方にも画面で見て、はい、ちっちゃい画面で見てますので、ぜひそちらから話しかけていただけたらと思います。あ、すごい、たくさんの皆さんありがとうございます。なんですけど、あれでもこれ12時30分からアイノスの番組だよってなってるんだけど、これ、あ、来た。イエーイ。私が来ない、はい、今日はね、はい、またちょっと新しく見る人たちがいっぱいいるかな。なんかわちゃわちゃしてますね。うん。犬っていう人いいですよね。犬っていう人がいるんだよね。なんか開けないのかな。これも繋がってるはずなんでね、大丈夫だから。でしょうかね、はい。コメントも見れるし、見れるかな。私の方が見れないので、堀田さんの方でじゃあコメントを見てください。はい。コメントログ。よし、じゃあこれで。大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ではここから1時間始めていきたいと思います。じゃあ、タイトルコールからいきますよ。はい。アイヌスのおしゃれくして、ビーゴースタートです。はい、お願いします。ということでですね、
ま、呼びますか。オープニングトークしようかなと思ったんですけど ね, ねこれじゃちょっとみんな不満でしょ。そうオープニングトーク、でもすごくない1分で書いた割の私めっちゃ上手だと思うんだけど、うん、すごい一筆書きだからねこれ。なんでやね上手でしょ。はあた、はい、よし、あできました、はい、私も来ました。パチパチパチ生きてるし、はい、ポッティさんお願いします。はい、もう大丈夫、いっぱい来てますね、大丈夫です、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、早速ツイッターの方にも書いたんですけど、うん、今日本日はゲストがおりますので、うん、呼んでいきたいと思いますよ。はい。もう早速呼ぶっていうね。そうですよ。すごいね、もう。普通ね、なんかちょっと喋ってからとか行くんですけどね。うん、行きません、うん。なぜかというと、うん、2人だと会話が持たないから、ね。持たない。はい、ということで、じゃあ早速ご本人に登場していただきたいと思います。みゆちゃん。みゆちゃんです。みゆちゃんです。わーい。久しぶり。お久しぶりです。何回か番組は、うん、この番組も出てもらったことあったっけ？いや、これはね、これは初めて、前の初めての番組だけですね。はるか昔にね。そうなんです、ね、そうなんですよ。懐かしいですね。はい、だからこの真ん中っていうのやめてっていう、うん。ダメです。真ん中っていうのね。真ん中にいてもらわないと持たないんだよ。いや、もうさ、これ。これね、かわいいでしょ。これでいいよね、なんか。めっちゃかわいいでしょ。めっちゃいいじゃん。よかった、本物の方がよかった。よかった。似てるけどね。どういうことですか。ほっとした。ということで、じゃあみゆちゃん自己紹介を。はい。どうやって、どういう自己紹介するの。どういう自己紹介するんだもん。その辺を歩いてたら、かわいい子に声をかけられてきました。一般人代表、みゆです。どうもー。はい、ありがとうございます。イエーイ。はい。一般人じゃないんですよ。ちゃんと歌ってる子ですよ。そう、歌を歌ってる子です。最近引きこもってますけどね。そう、最近はね、猫しか追いかけてないので、さ、うん、そうなの。最近ね、猫とセーラームーンをかけてる。そういうこと。オタクですから。そうそうそう、ただのオタクだから。オタクだよ。猫とすごいオタク。いいよね、その感じのオタクの感じ。もうかれこれね、約10年近い付き合いだけどね、8年ぐらいまで気づいたね。あ、本当。結構最初の方だね。で、5年ぐらい前から確信に変わった。そうだよね。そうだよね。あれ、何オタクなの？いろいろなんか、ね、なんかさ、こう好きなもの多いよね。いっぱいあるんだよね。まず猫でしょ。猫でしょ。猫は負けないけどね。猫はこの辺もそうなの。ヨちゃんも数字が出るだけど、うん、猫と、うん、あとゆるキャラ、うん、ゆるキャラね。ゆるキャラで、ゆるキャラ得意よ私。あ、本当？ゆるキャラ作るの。こういう感じでしょ。だってゆるキャラこれ。作る方じゃないでしょ。作る方ではない。結構全国的なこうゆるキャラを結構いろいろ知ってる的な。うん、キモキャラみたいなのが好きだね。ゆるくてキモくてってやつね。あとはセラムーンだよね、最近はね。セラムーン、セラムーン、もうあのね、まさにその今20周年だからセラムーンが。セラムーンってなんかこう世代が変わってんでしょ。今ね、ちょっと世代変わってきてる、ね、うん、今なんか、ね、今なんかエロくないって話を聞いたんだけど。あのね、エロいよ、エロいけどエロいって私たちの時はもうね、なんかキャーみたいな。そう、その頃はさ、小学校の時はさ、うん、まだそう、あの現実を見た、ね、見てないから。そう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 、なんかもうちょっとかしてってなるんだけど、まだほらこう汚れてない状態、ね、そう、30代とかになってみると中学校でもうお泊まりみたいな、なんかもうちょっとね、面白いんだよねみたいなね。そうそう、そういうのをね、今になって振り返ってみると、うん、面白いんだよ、やっぱり、うん、そう、あ、昔のやつも今見ちゃう感じ、うん、再放送みたいな、リバイバルみたいな感じで、ちょっと絵が今風になったので、ストーリーは同じやつやってるのよ、うん。それを昔見てた子たちが大人になって今見るっていうか、なんかリバイバルっていうか、その時のやつも話もやってんでしょ。そう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 、なんか多いっすね。そうだね、今、そうそう、ルパン三世だって、ルパン三世もそうでしょ。私言えないから、口回らないから言わない。ドラゴンボールとかドラゴンボールとかね。そうそうね、なんだろう、あの辺、ね、ドラゴンボールは僕も大好きなんで。そうですよね、超オタクだから。オタさんでもめちゃめちゃ見てるか。ドラゴンボール大好きだからすごい意外な感じね、うん、僕ね、毎週今やってるドラゴンボールもちゃんと全部保存してる、ね、うん、すごい、うん、大好き。そっち系なんだ。鳥山明さんが絡んでるやつはもう絶対外したくない。ああ、あの、GT とかはダメだったの、うん、だから。あ、ダメだった。 GT って言わないんで。 GT がなんでダメだったかっていうのは、うん、多分こう分かってる人しか分かんない、ね、え、そんなあるの。なんか鳥山明さんは関係ないやってないでしょ。関係ないところで動いてたお話なの。そういうことなんだ。そうそう、キャラだけはあって、
そう勝手にお話が進んで違うスタッフで進んでったんで、今あれ知ってます、おそ松さん、おそ松さん、さんの本だったの、大人だったの、何、おそ松くん、知ってる人いらない、いらないじゃないですか、 CM の話でしょ、違いますよ、え何、深夜番組です、おそ松さんっていう深夜番組をやってるんですよ、どういうことそれ、何それ、アニメで、もうおそ松さん、あのおそ松くんっていうのがいたんでしょ、いたよいたよ、いたんでしょ、うん、あれがあのいて、そのそれの普通のアニメなんですよ、で現代版なんだけど、うん、超ふざけてるの、現代アニメの、アニメなんですか、アニメなんだけど超ふざけてるの、もう一回見てくれれば分かる、超ふざけてるの、絵はあのまんまなのかな、あのまんまなんだけど、もともとのおそ松くんも超ふざけてるよ、違うの、そういうふざけてるじゃないもう本当にひどい、もうあの多分説明したらひどい、ひどい、ね、ひどいよね、どういうふうにどう、ひどい、口で言ったら放送事故になっちゃう感じだね、あのピュートフクジャガー的な感じとかじゃない、全然違う、そういうこと、もっとひどいの、言えない、内容を言えないぐらいひどいです、下、下、下ネタだし、下ネタなんだ、大人になったから、下ネタだし、いやいや大人じゃないですよね、あ大人だ、大人でしょ、だっていい、で、ちびた、ちびた、あいつちびたって名前、ちびたがおでん屋なんですよね、なっちゃったんだね、おでん屋で、あ大人になってるんだみんな大人になってるんだけど、超ふざけてるわけ、いやそれ、あれあの、そう、全員フリーターなのね、大丈夫だね、すごいね、いや、それやっていける、ほらほら、カーボさん、シェイの人っておそ松くんだっけ、シェイの人が出てくるの、シェイはね、いないと思う、あれはおそ松くんじゃないだって、もう年齢的に、ほら、初期からもう年齢的にあの子だけ言ってたから、そう、多分ね、シェイは出てこない、あの、天の方に、違うで、あれ、シェイって、そういうかもしれない、シェイも出てくる、出てくるって出てくるんだ、出てこないわけがない、あれだ、こういうなんか名簿そういう、あ、いるいる、だってそれが売りだったんだから、もそもそも、うん、いるいる、申し訳ないですけど、今電池一瞬変えますあらあら、本当に見てほしい、はい、おはようございます、はい、戻ってきました、本当に見てほしい、おはようございます、それ何、うん、何時からやってる、何時、ちょっと誰か調べてください、なんかそういうね、それ変なの好きなんだよね、結構そう、面白いですよね、絶対ハマると思う、俺ね、好きなのよ、そういうの絶対ハマるけど、本当にひどいからだからでも、見ちゃう、ジャガーさんとか知ってるでしょ、知ってる知ってる、そういうの知ってるんだよね、この人がね、そう、そういうの好きなのよね、マサルさんの人でしょ、マサルさんの人、ジャガーさんね、ほらマサルさんの人の、うん、あのギャグ漫画日和ってやつの中のキャラクターのペンケースをずっと持ってたから、うんうん、あもうそれはちょっともう本格的にジャンプショップで売ってるの、なんかもっと深いところに深いでしょ、行っちゃうよね、そう、俺はもうジャガーさんの笛持ってるけど、うわ怖い笛持ってる、吹いてる、笛あるよ、白い笛でちゃんと持ってる、ね、ぜひね、どこで売ってみて、絶対ハマるよ、じゃあ手に入れたんだ、手に入れたんだけど、どこにも出すところがないね、見せる時がないっていう、あのライブ時に誰にも分かってもらえない、ね、結構のソロの時にピーッいいかもねってね、だから実写 の、 あのジャガーさんも見に行ったからね、誰だっけ、要潤さん、素晴らしい、要潤さん、なんで要潤さんがやるの、要潤じゃないでしょって思ってるところが面白いね、面白いね、ちゃんとバッキャローって言ってたからね、あ言ってました素敵だよね、バッキャローに笑っちゃった、いいよね実写、最近実写多いから、そう、やっぱみんな分かるんだ、分かるみたいですね、すごいな、嬉しいな、すごいじゃん、話こういうお話ができるなんて、いやでもシェイがちゃんと出てくるんだ、ね、みんなじゃあこう年齢がこうもうシェイの人はどういう感じになってんの、シェイの人は変わってない、いつも来て、あ、うん、あれだ、政治家とかの演説をするんだけど、こういう、なんか、どういうことなの、もうこいつ言ってること全部嘘だぜみたいなことを言われて、うん、超叩かれてる人みたいな、うん、じゃあそれあれっぽいかね、ところどころに出てくるんだけど、うん、なんかもう、かわいそうな感じだ、なんかあの鷹の爪団みたいな感じのやつ、誰、うん、鷹の爪団ってさ、鷹の爪団、フラッシュアニメなんだね、そうそうそう、うん、クマと変な船長みたいな人といろいろ出てくるんだけど、うん、すっごいダークサイドってなんて言うんだろうな、うん、ほんとね、あのなんていうの、ブラックジョークみたいなね、うん、でもそうだと思う、鷹の爪って知らない、知らない、ね、超かわいいからクマやろう、そうそう、見てみて、そうでも、ね、踊ってるし、やってるし、いい、あ、わかった、分かった、分かった、多分ね、絵とか見たら分かるよね、分かった分かるよね、描いてみようとしてるから、ちょっと見てみてどういう風になっちゃうか、この人クマ野郎簡単でしょ、牙がなんか牙、いや、そんなんだったっけ、ヨちゃん、ね、この人にとってはそういう風に見えてる、ヨちゃん、そんなに毛はなかったヨ
じゃあ眉毛とかねないと。あでもそんな感じだったかも。いやこれ結構違う。ああそんな感じそんな感じ。りょうちゃんりょうちゃん。そうそうそう。こんな感じじゃないね。そうそうそうあるよねこういう感じね。りょうちゃんりょうちゃんちょっと違うな。なんかさあでもこんな感じだった。堀田さん記憶は確かですか。こんな感じ。鷹の爪ってやってたこれで。やってたこれで。やってた。鷹の爪。鷹の爪だね。え、それちょっと何本ある？うん、熊の手みたいな。指何本ある？りょうちゃんこんな感じだったっけ？絵心。もうちょっと、うん、あのファンシーな感じじゃなかったっけ？ファンシーなの見たことないけどね。え、だって、うん、そこのここになんかあったよさっき猫の絵が。あれは唯一大丈夫なやつ。あ、大丈夫なやつ。安全なやつ。一番安全なやつ。あ、安全じゃないやつなんだギリギリのやつ。ほとんど、うん、こういう濃いよこれ。こういうやつ、そうそう、絶対違うよね。こんな感じだったかもしれない。あ、もうちょっとあれだ、足が短いんじゃない？足の長さも確かに。いやいや、そういう足の長さとかじゃないよね。顔がまずだよね。すっごい怖いよね。すごい怖いでしょ。すっごい怖い。これはすごい怖い。うわでもこれはちょっと私も好き系な、こういうやつでしょ。タッチだね。うん、そんなやつだな、まあ、まあいいかまあいいか、そんなやつってことにしとく、うん、かわいいね。なんか何の話してたかこれ見ると忘れちゃうよ ね、 ななね、すごいね。あれ鷹の爪がどうしたんだって話今これで内容の話 してたんだけどね。これでもこれ内容とかも全然出てこなくなるこれ怖いよね。こんなクマいたっけなって感じだね。これはあ、クマなのか一応。ちょっと冬仕様だよね。今その冬毛誰を、ね、今何を誰を描いたのかわかんない。わかんないけど。まあいいか。クマみたいな。あれこれ私なんで画面が映んないの、なんでコメント見えてんのかな。クマ。オリジナルとは違ったひどさですね。そう超可愛いんですけど。ひどさですねって言われてるけどね。そう。あ、まあ、しょうがないよね。そうだよね。放送事故って言われてる。だいぶ放送事故だよね。うん、そう、可愛いと思います。そう、まあ、アニメ可愛いらしいです。そう、アニメをね、うん、すごくこういうのも好きだし、こういうのも愛して。そうね、最近はずっとそうよ。そうなのね、うん、そう、ミエの、ね、絵も超可愛いんですよ。私、そんなここまでのレベルのやつは描けないよね。いや、めっちゃ可愛いんですよ。どういうレベルのことを。そんなレベルのやつは描けないよね。ここに寄せなくていいからね。ここに寄せれないわ、これちょっと結構アーティスティックすぎて。結構ちゃんとした絵を描きそうだな。私だってね、言っても美術部の部長だった人だから、うん、部長が来た、部長が。私もあの父親は芸術家ですから、ね、そこ名前出していいんかい。芸術家出しちゃダメだね、もう怒られるからね。絵を見せたら、そうだね、上手だねって言ったもん。私の名前を出すなって言われる。ちゃんと芸術家の血を引いてますよ。じゃあその鷹の爪を描いてくださいよ。ああ、どんなだったっけな。全然描けって言われたら描けないな。熊の人を描くんだ。ああ、すごい。そうそう。あんたすごいね。あれ違う、私じゃあ想像してるやつじゃないわ。あのね、想像してるやつだよ。すごい。すごいすごい、これすごい。全然違う、全然違う。あれちょっとさ、なんか見たことある思ったんだけど、うん、これ鷹の爪を描いた人と、あのジャガーさん、ウスタ京介さんとは関係ないの？関係ないと思うけどね。関係ないけど、それ関係ない。こういう目なんだ。違う違う。同じ目なら同じなんだけど。鷹の爪全然違うから。一緒じゃないですか。でもさ、私描いてる。フラッシュアニメあるじゃない、ジャガーさんのフラッシュアニメ、うん、あれ同じスタッフの人がやってるもんね。え、詳しい、そこ。そうなの？え、そうなんですか？あの同じビデオとか出てるんだけど、鷹の爪も、うん、ジャガーさんもあの同じように出てるんだけど、うん、フラッシュアニメ、うん、同じスタッフでできてるの。そこまで見てなかった。そうなの、ちょっとぜひ見てみて。細かい。実はちょっとね、そうなんだ、詳しい、ね。え、一番好きなのこいつですか？一番好きなの、そうだね。これそんなにこの人出てる？一番好きなアニメ、一番好きなアニメなんですか？でもすごいね。一番好きなアニメ。いっぱいあるんだよね、うん、でもあのどっちかっていうとなんかこのファンシーなこういうやつか、うん、かわいいチャンネルが出てくるやつか、うん、人を食べるやつとかが好きなの。人を食べるやつって何？人を食べるやつってあるじゃない、そういうなんか怖いやつの話。怖いやつ、そう、なんかもうバイオレンス、なんて言うんだろうね、もうこの生物は人間じゃない、人間を食べてるみたいなやつが好き。寄生虫みたいな。そういう感じが、寄生虫とか、東京グールとか、ああいう、まあ、だから今最近、あのほら、
あれだよ、はい、テラフォーマーズっていうゴキブリのやつが出てきたでしょ、うんうん、あれも好きだな、可愛くて。わかんない、わかんない、なんかあの日曜日の深夜になんかアニメやってない、うん、何のやつだろう、ちょっと萌え系のやつとかやってない、日曜日の深夜、でもあの花のやつも私ミュウがギャーギャー騒いでるので、ギャーギャー騒いだかしら、あの花がダンタラカンタラって結構早い段階でずっとギャーギャー言ってた、萌え萌え言っててで、なんだそれって言ってたら超流行ったよね、うん、すごい泣けるって言ってね、そうそう、最後まであれも本当ね、深夜枠でたまにやってて、うん、チラッと見た時になんじゃこらってなって、うん、面白くてすごい見てないですか、あの分かんない、全然今何も浮かばない、何にも浮かばない、全然分かんない、あの秩父が舞台のやつですよ、秩父埼玉県秩父、もう全然社会現象になったよね結構社会現象よ、あのそれ君とラッツの終わりのやつ、そう、え、そう、それって僕が好きなあのゾーンの曲がリメイクされたやつ、あのゾーンのあの解散コンサートの時俺泣いたもん、うん、あらビデオ見たそっちで泣いてるんだね、何これちょっとすごい素敵と思ってそっちで泣いて、ほらあの花がいいって来てるよ、いいですよね、うん、あの花ね、うーん、そうなの、なんかもうね、うん、なんて、ま、本当に普通にありえるようなありえない話だけど、うん、もう普通にありそうだよね、うん、ああいうなんか友達関係で仲良かったけど大きくなったらなんかちょっと気まずくてみたいな、なんかもどかしい感じで、ね、うん、あのもどかしさがちょっといいのよ、なんかもう、じゃあおすすめの、みんなおすすめの、あのもう誰も知らねえんじゃねえかっていうぐらいのお話でもいいけど、うんうん、特にそういう方が面白いんだけど、うん、みんなにおすすめのアニメって何？みんなにおすすめ？アニメか、アニメ、え、テレビでやってるやつでってことだよね、そうだね、テレビ、うん、アニメだからね、漫画じゃないもん、ね、ま、うん、アニメの方、アニメ、アニメってあんまり見ないの、今のお話とかは特にそうなの、じゃあ、あの花は本当でも、うん、アニメですね、そうそう、万人受けしそうなやつ、こうなんかキャラクター的にどんな感じなの、あの花の人、うん、はなんか6人ぐらいで男女で、うん、あのちっちゃい時につるんでる仲間っているじゃない、うん、それで、あ、書いてるよ、今書いてくれてるよいや書き出したなと思ってたんだけど、そうそうそう、そのなんか、それは何、こうちょっと萌え系みたいなやつ、そう、なんかほら一人のリーダー的さ、普通のちゃんと、うん、あの可愛い系の女の子だったりとか、はいはいはい、男の子もまあ、イケメンだったりとかするんだけど、はいはい、あ、そういう感じの、そう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 、はい、いや全然違うじゃんじゃあもうだから書き出した途端に、え、なんだっけ、ヘアピンなんだっけ、何のヘアピンしてるっけ、ヘアピンしてるやんな、お花やヘアピンしてない、お、してたよね、あのしてたっけ、あいつにもらったさ、あー、もらったけどあいつにもらったしてる時としてない時、あれヘアピン、パッチンね、なんか絶対昔の私みたいな絶対こんなキャラだったらもう話違うよね、メンマです絶対ね、話変わるよね、マジで超似てない、いや似てはいない、もう話がちびまる子ちゃん的な話になっちゃうよね、うん、ちょっと違うよね、こうなるとね、っていうやつ、メンマね、うん、これもうねこれ違うでしょ、違うよね、絶対違うよね、メンマファンの人がアニメ、俺見たことないけど絶対違うねこれちょっとうん、違うね、そうね、違う、もうちょっとね、オンザ眉毛だったよね、あ、そう？そうよ、オンザ眉毛、眉毛描いちゃえばいいんだよね、これだからオンザ眉毛にしてみたの、あ、そういう感じ、そういう感じ、ほら、違うね、さっき、うちの番組、この番組の前に歌ってた人じゃない、あ、でもね、でも近い、近い、似てるよ、こんな感じの人やった、さっき歌ってたよ、そうそうそう、そういう感じの子よ、ヒロインがね、そうなの、あ、そうなの、そう、可愛いでしょ、うん、これ見て可愛いでしょって言う、まあ、はい、分かった、続きはほら DVD とか借りてみて、なるほどね、そうですよ、なんだっけ、はい、タイトルなんだっけ、あの花のあの日見た花の名前を僕らはまだ知らないみたいな、うん、長いんだ、うん、覚えられないからね、あのね、ロボットものとか、あ、全然見ないっすね、ロボットがダメでね、うん、僕ね、あのロボットものがね全然詳しくないんですよ、うん、あ、よかったっすね、だから僕の世代だったガンダムとかも全然わかんない、あのマクロスとか全然わかんない、マクロスね、あとエヴァンゲリオンも、エヴァンゲリオンはロボットじゃないからね、そう 見たんだけど、うん、あーって感じだった、どんだけ見ても
もう良さを教えてほしい、そしたらそれちょっと勉強になるから教えてほしいんだけど、分かんないんだよ、ロボットはね、なんかね、なんでそんなにもうなんかもう行けよっていう感じ、うんうんうん、なんかもどかしいんだよね、そう、もう頑張ってお願いだからみたいなのあるんだけど、うん、僕ね一個だけ好きなね、うん、あのロボットものっていうか、そう、戦闘ものなんだけど、うん、なんかあのアニメとか設定とかがすごい面白かったのがあって、知ってる人いるか分かんないんだけど、時々ちょっと言うことがあるんだけど、バンドレットっていう、出た、知らない、バンドレット、そう、バン、あのウに点々で、バンドレット、バンドレット、ウイのほうですね、ね、あのね、設定がちょっと面白くて、で、なんかね、あの結構ストレートなんだけど、あのなんかね、思ってる、叶えてくれるっていう、バンドレ、ロボットが叶えてくれる、違う、なんかね、僕が思ってることを叶えてくれるようなお話なの、そう言ってほしいって思ったら言ってくれるっていうか、どういうことどういうことですか、なんか期待に応えてくれるっていうか、でも、期待に応えてくれるっていうのは、あのなんかそう単純なお話とかそういうことじゃなくて、なんかあのきっとこうなっていってほしいって思ったことがどんどんそういう風になっていくのがちょっと嬉しいっていうか、なんか今ってなんか裏切って変な方向に行って、でよく分かんないうちに分かんなくなって終わるみたいなお話多くなってんじゃん、逆にさ、なんか何この展開みたいな、で結局何だったのみたいな感じで終わるお話多くない？多いそうじゃなくてちょっとなんかすっきりするんだけど、あの設定が面白い、女の人の星と男の人の星があって、あの女も男も見たことがないんだけど、あの、男しかいない星と女しかいない星ってこと、で、みんな敵同士なの、でも知らないの、で、海賊がいて、あの宇宙をね、海賊の女海賊がいて、で、男の宇宙船をあの襲って、っていうふうに、それで、それがきっかけで、あのそれぞれお互いを知るっていう、あの一緒にある未知の敵と戦っていた、あの戦うお話なんだけど、その相手の星っていうのは敵が地球の人間だったりする、じゃあ宇宙人なの、その女の子たちたちはね、だけどそれはなんで男と女の星があるかっていうと、あの地球の人たちが、あの男と女っていうのをあの育てるために、作るために、自分たちの必要なこう体のパーツをあの集めなくちゃいけない状態になっている、もう地球がひどいことになっていて、あの男と女がいて、あと皮膚が必要な星があったりとか、皮膚が必要な星、臓器が必要な星があったりとか、それぞれのパーツをあの牧場みたいにしてるわけ、作ってんの、星ごとにね、それは人間がやってるってことですか？そう、人間、いや、地球人がやってるってこと、ね、地球人がその星を作ってるってこと、そう、それぞれ、ね、それぞれの星をで、回収して、回収しながら自分たちのパーツに変えてる、はい、もうひどいことになってるっていうね、それがだんだん分かってくるんだけど、それで、あのその女と男の人たちがあの最終的にあの一緒に地球と戦うっていう感じなんだけど、ちょっと面白そう、ちょっと面白そう、ちょっとね、面白くてね、もう一回タイプいいですか、バンドレ、バンドレ、そんなに昔の話じゃないんだけど、3D とかがすごい、お疲れ様でした、メンマバイバイ、かわいい、メンマめっちゃかわいい、ここの原作のためにはメンマがいい、お話がそう面白い、あの絵とかが 3D とあの 2D と 3D が一緒になってる、そういう感じだ、そう、バックの全体的な構成が 3D なんだけど、キャラクターが 2D なの、なんか面白い作り方してて、すごいね、すごい綺麗なんですよ、ゆめりん、ゆめかずさんが来てくれたから、手振ってって、さんがね、バンドレそうだよね、バンドレ、ちょっと要チェックだね、バンドレド、バンドレド、そう、バンドレド、だろ、でちょっとおすすめのお話、僕結構影響を受けてるんだよね、実はいろんなことに、見ようあります、いい話、私ね、でも本当にバンドレトニテンテンにしかもね、違う、バンドレット、そうバンドレット、これね、2ステージぐらいまであって、だから24話ぐらいなのかな、全部で、ああ結構ね、長いのね、そういうグロテスクなのいいな、
私さ、なんかね、な絵はね、一見なんかね、萌え系みたいな絵なんですけど、そうなんだ、そう、なんだけど全然じゃあ見やすいかもしれないね。そう、見やすいの。DVD 出てるかな。 DVD 出てるけどなかなかないなかなかない。俺ある見たことないもん、ね、ある DVD のショップも知ってるんだけど、うん、あ、レンタルショップ知ってるんだけど、うん、ないないない。へえ。でもね、実は見れちゃう。見れちゃうんだ。ね、例のやつね。あんまり言っちゃうとね。見れちゃうっていう、ね。あれなんだよね。そっか。ちょっと私も帰ったら見てみようかな。でもミュウ詳しいからな、アニメ。私でも結構本当にね、あるとあるチャンネルしか見ないわけよ。うん、で、そのチャンネルに出てくるやつしか見てないから、うん、普通のあの。テレ系の、うん、テレ系のやつが見てないから、うん、そう、あんまり分かんないっちゃ分かんないんだけどね、うん、そっち系は。だからちょっとあの深夜の大人が見る方のやつばっかり、うん、へー、うん、あ、これもね、なんかそのスカパーでもともとやってたらしくて、スカパーは見れないや、うん、で、うん、それがなんだっけな、やっぱアニメチャンネルみたいなのあるじゃん、なんか、うん、の方で放送始まって、それで人気が出たみたいなんだけど、うん、でもあんまり知られてないんだよね、実は、うん、あんまり聞かないよね。声優さんとかも結構よく分かんないのかなと思ったら、でも知ってる人に聞いたらすごい、うん、すごい人たちが出てるらしくて、うん、で、ゴンゾーっていう、なんかそういうチームがあるらしいんだけど、結構ちゃんとした人たちがやってるみたいで、うん、何アニメそこまでそのなんか詳しくなかったのに、うん、これは何回も見ちゃう今でも見る、この前も見ちゃった。あら、見ちゃった。あら、まあ、すごい、アニメなんだね。で、ミウは。私はね、でも今まで見た中で一番好きなのは、うん、ギルティクラウンってやつなんだけど。なんだそれ。もう終わったんだけど、放送は、うん、最近何系？なんかさ、ストーリー的にはちょっとエヴァンゲリオンに近い感じが、なんかダメだ、なんか全然ダメダメな、なよなよした男の子が成長していくみたいなやつで、それもなんか、ね、対戦ものなの？対戦ものっていうかね、ちょっとファンタジックな、なんて言うんだろうね、なんかその子はいろんな事情があって、うん、人の心を武器に変えることができるのね、うん、そう、すごい面白くって、面白そうだ、ね、すごい集中して見ちゃって、そう、ヒロインも可愛いし、最近だ、とても良い、うん、本当1年2年、うん、前ぐらいだね、最近だね。それは面白そうだな。面白かった。なんかそういうなんか一個一個のテーマみたい、うん、テーマっていうか何だろう、コンセプトみたいのがはっきりしてると面白いよね。面白いですね。さっきのやつも男と女の人のやつも、うん、あの自分たちが乗ってる、うん、ありえないあの宇宙船っていうか、あの乗り物がね、合体しちゃう、うん、意味が分からない。でそれで男と女の愛、うんうん、あのは一緒ではなきゃいけないっていう意味が込められてるらしくて、なるほどね、どん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 そういう風に展開してくるんだけど、うんうんうん、なんかすごいね、心の、そう、心、例えばあのりょうちゃんの心を取り出してみるとするじゃん、うん、たらりょうちゃんは本当はすっごく人を守りたいって思ってたら包帯が出てきたりとか、うん、そう、本当さんはこんな優しいけど実はもう本当にもう狂気的な、ね、うん、猟奇的な人だとしたら、うん、もうナイフとか出てきたりとか、あ、すごいね、そういうのに変えれてで戦うわけよ。すごい話、それがちょっと面白くて、面白そう、面白いの。DVD で見て、DVD、最近あれよね、大人がだからアニメを見るから、うん、見るようになったから、うん、そういうなんていうの、ちょっと考える、あ、そうそう、内容がちゃんとあるけど、そうなのかもしれない、本当に、うん、そうだと、私たちずっと考えてたけど、頭の中によぎったのが、うん、ヌーベイとマーマレードボーイと、うん、そうなっちゃうよね不思議勇気しか出てこなかったから、その3つしか出てこなかった、うん、私は美味しいもん、結構美味しいもんね、美味しいもん、クッキングパパとか、わかるわかる、めっちゃわかるよ、クッキングすげえしゃくれてるやつ、すげえしゃくれてるやつ、そうだよね、懐かしいね。なんか実は、うん、あの子供の頃はなんか何も考えないで見てたけど、うん、実は結構深かったみたいな、いやでもそれはもうだってドラもそうじゃないですか、ね、そうドラ、ドラ、ドラえもんもそうだよね、深いよね、深いよ、しんちゃんとかも超泣けるもん、そう、大人になって、ね、
あ、こういう話だったんだみたいなさ、うん、あるんだよね。昔ほら何にも考えずに見てるから、そう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 、分かんなかったけど、もう一回見返すとさ、うん、こんなんだったっけって思うよね。もう私だから今、うん、あずきちゃんを見返したいの。やばあずきちゃんは何も考えてなかったけど、あれ結局何が言いたかったのかあれだって当時キュンキュン小学生の時にしてたけど、うん、もっとなんか意味があんのかなとか、うん、あるかもしんないよ。今見たらあの当時はさ、その小学生っていう設定で、うん、なんかキュンキュンな感じの、うん、ただそれだけみたいなイメージだったけど、今大人が見たらちょっと違うの。忍たま乱太郎とかね、違うと思う、大人枠で見たらね。でも絶対そうなのよ、ね、絶対ありますよね、うん、作ってる人もきっとそれを伝えたくて作ってるんだけど、うん、見てる子供たちってそこまで見、うん、して見てないから、うんうん、そこまで頭働かしてない、多分そう伝わってなかったたんだと思う。ちょっとそういうのはあったの、うんうん、でも絶対そうだと思う。でも伝わそういうこういう風に作ってたんだって後で分かるみたいなさ、うん、そうだからなんかさ今多分、うん、その昔見てたやつをもう一回見直す大人が増えてるじゃん、うんうんうん、だからそのアニメのグッズ販売とかも、うん、ターゲットが30代40代とかでしょ。でもなんかそんな気がする、だからほら全体的にそんな気がする。今セラムーングッズもさ、うん、あれなんかすっごい高い、あ、なんていうのかな、セーラームーンのコンパクトをそのまま化粧道具、うん、そのファンデーションとかにしたやつ、うん、あれ5000円ぐらいするのね。そう、絶対子供は買えないでしょ、ね、だから絶対そうだわ。昔見てた子が大人になってちょっとお金を持つようになったら大人買いすんのよ、うん、私みたいな変な、はいはいはい、変なやつが。いやでもあれも欲しくなっちゃうかもしれない。だいたいだって多分使うと思う、うん、爆買いすると思う、うんうんうん、いやでも確かにそうそう、なんかリバイバルが多いのは、うん、もちろん今の子供たちにも見てほしいっていうのはあるかもしれないんだけど、うん、なんかその時の世代の人たちがまた見たいんだろうね。そうそうそう、見たいもんね、見たい見ちゃうもんね、一生懸命もう一回。そうね、なんか見返してみたいなっていうのと、うん、なんかほら余裕がちょっとできたから、うん、じゃあ見ようかなっていう時間ができるんだよね、うん、大人になってね。それはでもそうかもあるよね。あるある、絶対ある、うん、そうそう、絶対そうだよね。面白いなこれ。そうそう、面白いよね、うん、いや、堀田さんのそれ見たい。バンドレ、バンドレとかね、ぜひぜひ。あのね、絶対いいですよ、うん、泣くよ、結構一個一個の話がね、うん、泣くんですよ。ジーンとくるっていうか、心に刺さる。毎回毎話毎話泣けるってことですか。毎話毎話泣ける。そうなんだ。そう、1話目でちょ一瞬一話、たった1話目なんだけど、1話目で 何、うん、何だろうってなるんだけど、うん、もう2話目からね、結構もう虜ですよ。わお、はい、私この前、ね、ずっと思い出せないアニメがあって、多分見てたか見てないかも分かんないんですけど、うん、設定だけ覚えてて、うん、学校がね、小学生で学校 の、 あの掃除用グリルとかがロボットになって、うん、あるそれゴールドライタンとかじゃないよね。違うの、違いますよね。掃除用具、それがなんだっけってずっと言ってて、みんなでカラオケでずっとそれを探して、わ、うん、かります、これだこれだって見つけたやつがあったんですよ。何、掃除用具がロボットになってる。それ言ったら多分あーってなるの。ライジングを、それと、それともう一個あるんですよ。あ、それで近いです、近いです、近いです。絶対無敵ライジンゴー。ライジンゴーって聞いたことある、分かる。で、私もでもそれを見て、内容はほとんどあんまり覚えてなくて、でもこの設定知ってるぐらいだったんですよ。なんだろう、だから私たちよりちょっと上の人たちなんですよね、世代で、多分そう、多分ねそうだ、結構古いはず、それ聞くって言っちゃう。で、超探して、端から端まで探して、やっと見つけたの、やっと見つけたの。なんだろう、何、わかんない、ガオレンジャー、ガイ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 ガガイ、そう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 、ガイガイガー、そんな、それわかんない、ガイガイガーガイガイガーってなかったでしょ。ガオギガギな、そういうの、そういうの、ガオレンガオガイザーみたいな、そんな名前があったよね、あったよね、バドワイザー。でも見たらあーってなる。え、それアニメで、アニメでやってて、うん、そう、で、でも名前を聞いてもピンとこないんだけど、うん、そのオープニングの V を見ると、なんだろう、ね、ーってなるの。でも、あ、その頃の多分アニメってあれですかね、タツノコとプロとかですかね。いや、違うのかな。いや、知ってる人いいかな。そんな前じゃない、うん、でもね、意外とね、タイムボカンシリーズでしたっけ、はい、あの流れでこう言ってるけど、ガッチャマンもタツノコプロだし。そうだね、あの辺でも私たちの世代再放送だったから。
そうだよね、再放送。俺ガッチャマン、俺リアルタイムだけど。ガッチャマン、でも私ガッチャマン見てない。違うんだ。やってたんだ、再放送。結構ね、これって結構か真面目なお話なのに、タツノコプロだったんだとかあるんですよね。うん、真面目だけどね。そう、なんかゴールドライタンとかもそうだった。はい、確かに。この前私あれ見ましたよ。あの再放送で、うん、ケーブルで、うん、もう出てこない。また出てこない。何？あの絵に描いて表そうとして、て絶対わかんないから。こういうかな。こういう狐？うん、こういう狐かな。こういう絶対わかんねえ。こういうやつ。こんなのいなかった。こういうヒーロー。こういうこんなヒーローいない。こういうヒーロー。こういうなんかヒーロー。え、これヒーローなの？あ？ヒーロー。狐で？狐じゃない。なんかヒーローよ。ヒーロー。これは何なの？これ横に。バットマンじゃなくて、それだけそれだけ。いつぐらいの時代？え、ガッチャマンってどういう？バットマン。神がタートルズじゃないの？ああ、タートルズみたいだ。あのね、もっと丸いよ。もっとなんか、ね、この辺赤くて赤黒い感じの。赤黒い。いやーもう出てこない。なんて言うんだろう。気持ち悪い、超有名だと思う。ガッチャマン。ガッチャマンじゃん。ヤッターマンじゃない？でもガッチャマンじゃねこれ。ガッチャマン。じゃあガッチャマンかな。五人。一人でやってんの。え、もう誰かお願い見つけて。こういうのわかんねえ。どこが赤なの？何それ。なんかね、赤黒いの変なマスクみたいなのしてて。一人。え、アニメ。アニメで女の子を助けるんだけど。いや、わかりやすいけど。どんだけ女の子を助けてんの。分かりやすいけど。女の子のみ助けるみたいな。え、知らんの。なんだろうそれ。で、私見たことがなくて、すごい上の多分父親とか母親世代のやつなんですよ。そんな昔のやつなの？やつで、それどういうこと？初めて動いてるやつ見たと思って見たんですよ。タイムボカンとかそういう系。そっちのシリーズじゃないのね。めっちゃ怖くて、怖い。内容が怖いんだ。怖い。なんか私が見た回は、ネックレスがこういうネックレスがあって、うん、で、わー綺麗とか言った女の子がこうやってネックレスをかけると、うん、かかったところまでが未知のところに行っちゃうから、首だけなくなって、首だけその悪の世界に持ってかれちゃう。何その話、超怖い。めっちゃ怖い、タツノコではない。こうやってやると、手だけが切れて、うん、ビシャって手が切れて、悪の世界に手だけが行って、その手を集めて、それを食べちゃうやつを、そいつがね、助けるんです。何その話、ま、デビルマン。あ、そうこの分かっちゃったんだ。いや、だって邪悪なやつでそれ系だったら、デビルマンしかいない。デビルマンをそういう風に表現する人あんまりいない。赤黒くはないよ。赤黒いかもしれない。そう、それそれ。キツネかわいいけどね。わかる、わかるよ。デビルマンこんな感じだったっけ。こんな感じ。そうだ、それだ。デビルマンもなんでそれ。デビルマンみたいな。デビルマン、それそれ。そんなに怖いの？めっちゃ怖くて。女の人を助けるの意味が分かんないんだけど。で、なんか女の子がそれをわーって言ってなっちゃって、で、どうしようみたいな。なんかこれをかぶっちゃって。あ、そうなの？かぶっちゃって、で、これはもう俺が助けに行くしかないみたいな感じで、自分が自らこれかぶるんです。意味が分かんない。で、全部こうやってストーンって全身入って、そのところに行って敵と戦うと、食べようとしてたそのパーツ、人間のパーツがバババババって血だらけの死んでるパーツが散らかるっていう設定だった。散らかる。すげえ、そんな話。めっちゃ怖いと思って。いや、でも確かにこの長いこうでしたっけ、めっちゃ怖いのお話って結構グロいの多いのよ。そうなのね。エロいのも多いんだけどグロいのも多くて、あのマジンガー Z を書いた人なんだね。マジンガー Z、 マジンガー Z 自体はそんなグロくないで。でもマジンガー Z の原作って、うん、全然俺たちが知ってるマジンガー Z じゃない。違うの？へぇー。もうあれはそう、ゲッタロボもそうなのかな。なんかあの原作って、うん、結構あのただ敵が現れてやっつけて終わりみたいな、うん、あれは子供用に設定し直してやってるんだって。原作はもっとグロいの、ドロドロしてるの。へー、それ言ってるようなこういうお話。そういう内容なんですね。そうなんだ。マジンガー Z でさえそういう話らしい。でもあれをだってうちの両親たちの世代はちっちゃい頃に見てたってことでしょ。ね、そのアニメをってことですよね。めっちゃ怖いと思って。でも ね、 すごいね。変、そういう変なアニメ結構多かったの。あの妖怪人間。ああ、そうね、妖怪人間、ね、なんとかかんとかっていうのも結構変な話、実は
うわ、鬼太郎の白黒と。そう、鬼太郎の話がね、怖い、それ見たことないけど、すごい興味。怖かったらしい、昔、本当に。恐怖映画、恐怖漫画だったらしい、ね、アニメでですか。アニメ。アニメで？アニメ、白黒の。なんか原作がえぐいのはよくあるじゃないですか。うん、そう、原作の。鬼太郎いい人じゃなかった。アニメがひどかったの。そう、鬼太郎のひどいやつだったりとかする。全然よくない。ウルトラマンの前のウルトラ Q も。Q？、うん、そうそう、ウルトラマンがいないウルトラマンの話があるのね。へぇ、知らない。ウルトラ Q って言って、うん、なんか本当にアメージングストーリーみたいな。なんか変な怪獣のお話なんでしょうね。怪獣、怪人、幽霊、怪獣とか幽霊とか、なんかね、不思議なお話があったらしくて、本当にそれはもう全然昔の世代なんだけど、その時代のあれは実写だったりするんだけど、うん、アニメも実写もちょっとおかしいのが、今の放送禁止用語とかがいっぱい使われてたりとかして、あ、やばいね、それが放送するってのがすごい、結構あるんだよね。だから今放送できる。そうそうそう、あ、でも絶対ありますよね。良かったんだね、きっとね。でもだからあのアンパンマンもどこですっけ、海外ダメですもんね。え、海外に進出しなかったのは、あの飛ばすから。そう、俺ね、あの顔、そう、あの方のですね、原作って見たことある、アンパンマン。ないえ、私多分四等身のやつじゃない。そう、もっともっと七等身めっちゃ怖いんだよ。アンパンマンの原作ってめっちゃ見た目怖いよ。そうなんだ。私だから似てるんだって、私が書く。普通に頭がないやつが飛んでたりとか。ああ、そういうことか。ご飯あの食べるものがなくて困ってる人に全部を捧げて、全部を飛んで帰っていくから何もない。見えてないじゃん。ない状態で。すごいよね、よく考えたらすごいこと考えてるよね。あの原作、僕ね、あの銀行で、うん、あの銀行であの順番待ちしてるときに、横に原作が置いてあって、それ大人になってからですか？アンパンマンだ、うん、さ、あのもう5、6年ぐらい前。最近じゃない。アンパンマンなんだって嫌な人、本当にこんな感じなの、でも、本当そう。これよく似てる。もうちょっと顔可愛いけど。ちょっとシワ。だいぶこういうんだよ。年取ってるよ、だいぶ。こういうの、こういうの。大丈夫？でも本当こんな感じ。これが絵本になってるんだよ。これやばいね。これが絵本ってやばいよね。子供読んでるのかな。いや、本当に顔の一部を、あの顔を食べてよって渡すんだけど、欠、うん、けてる状態の可愛い感じじゃなくて、うん、もうなんか本当に自分のぐちゃみたいな。恐ろしいね。なかなかね、パンチが効いてますよ。こいつから顔をもうあげるよって言われてもいいですって。いや、でもほら、本当に困ってる人にあげてるからさ。いや、でもこれをパロったのを、うん、そのおそ松くんでやってるんですよ。やめてよ。おそ松さんでやってるんですよ。今だってワンパンマンってやってるじゃない、ワンパンマン。あ、ね、はいはいはい、ね、ワンパン、びっくりした、あれ、ね、あれもなんか、なんだっけ、毛髪と引き換えに力を手に入れたんですよ。確かそんな話じゃない。見たことないけど、私も見たことないけど、めっちゃ気になってた。面白いって言うからね。だからこうツルツルになってる。あ、そういうことなんだ。もう初と引き換えにパワーを得たみたいな。確かそんな。どっちがいいかな。毛髪かパワーか。うん、毛髪も欲しいよね。久しぶりですって。お久しぶりです。毛髪を選ぶか能力を選ぶかっていうことです。どっちがいい？毛髪かな。能力だよ、能力。いや毛髪がいい、毛髪が欲しい。そう、毛髪は必要だもん、ね、必要かな、やっぱ女の人だからね。そうだよ、毛髪絶対大人も毛髪いると思う。あ、そう、うん、でもまあ能力なんか自分にとってのなんか欲しい能力と引き換えにだったらどう、うん、でも毛髪毛髪と毛髪選ぶ、ね、別に特にいいよね、今のままでも、うん、毛髪ある方がいい。不思議な能力を得るために毛髪を、うん、じゃあ引き換えにして、その不思議な能力で毛髪を生やせばいいじゃん。そういう能力だったら別に必要ないかな。そうだよね毛髪を生やすだけの能力を得るみたいな。それあんまり引き換えしてる意味ない、ね、そこら中から毛生えてきちゃう、毛生えてきちゃうもんね。それは嫌だよね。それ嫌ですよね、うん。まあまあ、すごいね、アニメの話だけど結構。そうですよ、あ、何気にもあと約9分で、はい、嘘、本当に。あれ、みゆちゃん、すいませんでした。みゆちゃん呼んできてアニメの話だけして終わるってすごいよ。そうそう、今日ね、いろいろ聞こうと思ったんだけど、アニメの話で全然持つ、ね、もうちょっと待って、あのちょっといろいろ一応話しようよ。みゆちゃんの話も聞きたいんだけど、なんか今日なんか血だらけだったんだって。あ、今も血だらけなんかね、
今も血だらけですよ。あの歯の治療、いや親知らずを、ね、抜いたんですよさっき、ね、そしたらね歯医者さんに10年に一度の大物だねって言われましたねどういう意味の大物？いやだからなんかね、なんていうんですか、いやなんか聞いたことあるんだけど、砕いて取り出すらしいよね。いやそれは私ここに生えた時にやりました。砕いたんですけど、砕かないで、なんかね、どうやってやるんだろうね。普通さ、歯ってなんていうの、こう入ってるじゃないですか。歯だけはうまい、歯うまいな。こういう感じ、ね、顔描いてないからでしょ、顔がないからでしょ。確かに歯だ、それがなんか顔描いといたらいいんだよ、それ可愛く。なんかね、こうなってんですよ。何？こういう風になってて、鎖型になってる。だからここが引っかかる、こう生えてる、これを抜くから抜けないんだ。普通こうなってたらこうスポンって抜けるんだけど、あの抜けるんだけど、釣り針みたいになってる。ここがこうガーンって引っかかる、引っかかってるってことだよね。からここが引っかかるから、なんかゴリ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 ガンガンガンみたいな。え、全部取り出したの？そんで取り出しました。だから一番こっちの上だから、ここビッて引っ張られてやって、すごいね、抜けました。それでよく普通に来て、なんで大丈夫なわけ？今日やったんでしょ？いやで、なんか腫れないし痛くないし、あの5分ぐらい、10分ぐらいかかって10分ですって言われて、何から歯抜くのにね、うんうん、10分で終わっちゃうのって言われたんですよ、うん、で今日1日だけお酒我慢してねみたいな、明日からいいよみたいな、うん、いいんだニュアンスで言われてて、めっちゃ余裕こえた、 OK っつって、じゃあそのまま仕事入りますねなんつって言ってたら、うん、40分くらいかかって、うん、あれあれとか言いながら、40分かかって、で、はって取り出すんだ。いや、辛いよ、怖い怖い。痛いの、それって。で、もう麻酔が痛くないですけど、そのゴリゴリ、痛くない。初めはそのゴリゴリが、うん、あのもう全部が揺れるから、結局。まあそうだよね、すごい。それに超力入ったんだけど、さすがに20分くらい超えたから、もういっかなんでもみたいな力抜けてきて。でも痛くないんだ。麻酔してるからね。痛くない。麻酔してると痛くない、うん。でも今抜けて、ようやくちょっと痛いです。今ちょっと痛い。麻酔が取れて、なんか1日後ぐらいが一番痛いんじゃない？麻酔してても痛い記憶しかないから、もう歯医者怖い、私もそうだったんですけど、うん、そこはなんかね、無痛治療を推奨してるから痛くないんですよ。そうなの、だから抜く分には別に痛くないんだけど、これこいつらがね、そうね、大騒ぎ。これはどうやって取ったんだろうね、すごいね、こんなの取っちゃうの。肉ちぎれてるんじゃない？ちぎれてる。そうだね、ちぎれてる。だからもうすごいブチ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 ってめっちゃ聞こえましたもん。バリバリ言うんでしょ、メリメリ。そう、メリ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 、ブチ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 ってめっちゃ何個切った、何個切ったと思いましたもん。怖いよ。僕ね、親知らず抜いたことないの。え？全部生えてる。あるの？全生え。あるのとはまだ生えてない。あ、まだ生えてないですね。じゃあまだこれから、うん、まだ4本あるんでしょ、うん、4本のうちの1本しか生えてない。へ、あとは埋まって、まだ埋まってる。でもさ、よく言いません？だ、4本生やすか、うん、全部抜くかの方がいいんですよね、バランス的に、ね、なんか虫歯になっちゃうんだって、ね、そう、1本だけ生えるとか2本だけ生えるって良くないっていう、うん、あれすごいよ。私も3本一気に抜いたんですけど、一気に3本、もうだって1個ずつ抜いたら、ほらまた1週間休んで、うん、また1週間休んでってなっちゃうから、うん、もう今日全部抜いてくれやって言って抜いたんだけど、なんせ3本だから、うん、両方抜いた上は良かったの、下は1本しか抜いてないから、歯並び今まですごい良かったのに、やっぱりバランスが崩れてバラバラになってきたんですよ、ね、そうなんかほら、詰める1個席が空いたらこう詰めたくなるわけよ。なんかほら広いからさ、電車と同じでこう狭いな狭いなってやって、1人抜けたらさ、あ、じゃあ広がるかってなるじゃない。それが今来てて、やっぱりバラバラになる。今、うん、今下の歯とかガタガタしてずれちゃう。ずれちゃう。ずれちゃう。ちょ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 、何その話。怖い。抜かない方がいい場合もあるもんね。どっちかだよね。全部生やすと全部困っちゃうよね、うん、でもね。ね、歯並びは気をつけた方がいいですよ。でも一度によく3本も抜いてくれたよね。本当はダメなんだけど。ダメだよね。ダメだよね。本当はあの家から徒歩1分だったからね。じゃあもうちょっと通えばよかったね、なんか。いやいやいや、もう本当やばかったですね。一気にやってくれた。怖いもんね、あれね、うん、やっぱり。なんかね、だから無理やり、僕が昔10年前くらいに歯医者さんに行って、うん、で違う歯で行ったんだけど、いろいろ調べられて、あ、親知らずありますねって、抜きましょうかって言われてその日に、そうで、別に親知らず関係ないのに抜きましょうっていうのを、あ、うん、次回抜きますって言われたのね、うん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 、もう他のは終わって、あの親知らずもじゃあ抜いちゃいましょうみたいな話で言われて、いや別に抜かなくていいしって、うん、何にもなってないのになんで抜くのって思ってそれから怖くて10年間行ってない。行ってないですか？10年だから10年も行ってないの？うん、もう抜きましょうって言われてから怖くて行ってないの。へえ、じゃあそれも抜きましょうからの抜いてないまま行ってないの？そうそう、だって抜かなくていいのに抜くんだよ、うん、怖くないのになんで抜くのって、なんで
だからそれは虫歯になるかもだから抜きましょうねってことでしょ、うん、多分ね、歯医者さんに行くと親知らずを抜きたがるんだと思って行ってない。違うのよ、歯医者さん行くと何かしらアラを探す、あ、ごめんなさい、歯医者さん、すいません、歯医者さん、すいません、本当にね、何も別に何にもなくて行っても、うん、あ、ここはもしかしたらちょっと危ないかもしれないですって通わせたいんだよね、うん、そう、そうみたいな、そうみたいなね。でも私行ってるとこはそれをしないっていう風な約束してる。なんかね、その最低限の必要な治療と必要な額しか取らないっていうのをやってるとこで、それを売りにしてるとこで、なことあるかいって言って行ったら、うんうん、いつも今まで言ってた歯医者さん、私ぼったくられてたんだなと本当に思いました。マジで、で普通に、あ、今日だ、あの特にあれだから、あれとあれとあれとあれ以外はもう来なくていいですとか、もう本当に超必要最小限で、そんな違うんだなって本当にごめんなさいね、思いました。歯医者さんに来たらいいお医者さん、ね、でも本当あるなと思った、なってほしい、めっちゃいいとこですよ歯医者さん、そうなってほしい。とてもね、歯医者さんって、ね、あの、わかんないんだけど、多分俺ちっちゃい頃の歯医者さんの感じと今の歯医者さんって、うん、そんなに治療方法って変わってない気がするんだよね。いや、でも変わってない気がするけど、うん、やっぱすごいですよ。薬とかがすごいのかな。そうなん、多分ね、一個も痛くないですもんね。痛くないよね。あ、そうなの。3本抜いても全然そんなに痛くなかった、じゃあちょっと勇気出していってくれ。うん、行った方がいいかもね、うん。あんな抜けんだと思いましたもん。歯医者さんの治療だけやっぱ昔と今はもう、こうどんどん進化してるじゃない、いろいろ。でも歯医者さんだけ変わってないのかなって思ってたの。変わってるでしょうね。変わってますね。だから虫歯とかもさ、何回も通うイメージあるじゃないですか、うん、通わないもんね、やっぱ1回で終わりますもん、ね、すごいよね、うん、それがすごい。やっぱ行った方がいいんだわ。行った方がいいですよ。怖い怖いんだな。歯医者さん怖いな、もう。はい、歯医者さん怖い。歯医者さん、ちょっと、あ、電源切れた。あら、あらま。電源切れた。はい、ということで、はい、今歌ってないの？え、今はほとんど歌ってないんですけど、うん、人前だと、うん、人前では歌ってないけど、あの、一人では歌ってるみたいな、うん、家の中で。カラオケじゃないですか、本当カラオケ家の中、いやでも本当裏方に徹しちゃってるから、裏方にね、そうそうそう、うん、だからもう舞台の挿入歌とか、うん、なんで裏方に行こうと思ったの？そうだな。裏方の方がこう、うん、自分がこう一番リラックスした状態でできる、うん、なんでかっていうと、こう見られてるとなんか動かなきゃいけないから、うん、なるほどね、歌に集中できなくって。そう、私今まで 3,4 年合いの手しかやってないから、合いの手、いやいやみたいなのしかやってなかったから、そう、集中して歌いたい、やるならね、うん、集中して歌だけに、ね、集中したいなと思うと、まあ、レコーディング系になってしまうかな、楽しいのよ、その方はやっぱり、うん、まあね、確かにね、いろんなやり方あるし、そう、いろんなやり方あるよね、どこに、どの部分にも面白さがあるよね。そうですね。あれ、メガネ言っていいんですか？メガネ、あ、言っていいですよ。あの、だって、だまあ前だけど、メガネのパリティってやつ、そうそう、あ、そうかそうか、そうやってたんだけどね、ね、そう、CM のね、サウンドロゴをやってたんだけどね、うん、そうだったね、そうですよ、うん、コンタクトだけど、うん、何？歯？アイノース。お、歯、アイノース、ダブノース、あ、I love ノスだったね。I love ノス。なるほど。ヨちゃんの気の皮な。あれ、何、なんか出そうとしてる。それ君の歯の話なの。クマとか。今日大変な目にあったやつだね。かわいそうにね。まあそうやってちょっとなんか怖い感じになってしまうんだ。せっかく可愛かったのに。可愛い。血出てる、血。アイノスって感じ。ダークサイドやな。じゃあその息流れで告知にしますか、はい、じゃあ告知ね、しときましょう、ね、10日ですね、ライブがあります、はい、多分年内最後の12月10日、まあ、あの忘年会とかはねあるんですけど、うん、一般公開のライブは多分これが最後でございますね、はい、今年は。そうだね、はい、時間がちょっと遅いんだけど、遅いんですよ、9時半なんですよ、うん、まあ、まあ、最後だしね、そう、30分ぐらいなんですけど、うん、30、40分ぐらいですけど、うん、まあ、あの新宿なんで帰りにね、ふらっとちょっと途中下車していただいて、はい、ちょっと寄っていただいて、ちょっと寄っていただいて、歌舞伎町のど真ん中でやってくるっていうね、はい、うん、見てください、はい、って感じですかね。で、あの予約特典が今回珍しくありますんで、うんうん、あのぜひホームページの方から予約をして、はい、
ぜひとも年内1回ぐらいはね、画面を飛び出して見に来ていただきたいと思います。お願いします。飛び出してよろしくお願いします。もう一個、はい、あ、そうでした、はい、それの翌週ですね、6日後に新曲が出ます。はい、ですね、はい、配信リリースをします。はい、リリースはあの iTunes とかあのレコチョク、あと Amazon とかも、もうほとんどの配信サイトでダウンロードできるんで、はい、ぜひ、ウィンターナイトっていう曲を、はい、本人たち一番タイトル分かってるウィンターリリースします、はいはい、冬のラブソングを、そうですね、はい、歌っちゃいました的なね、そうでございます感じで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。なんかあれですね、仲間内、あの堀田さんが配信レベルを出すのを作りまして、そうなんですよ、本格的なやつを始めました。結構年内にポンポンポンと、あの出ますんで、いろいろぜひぜひチェックして、なんだっけ、ホットライフディ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 とかいうやつ、まあホットライフって言ってくれれば、ホットライフディストリビューションっていう、あの配信専門のレベルをですね、本格的なやつを立ち上げて世界配信を可能にしております。そうなんでございますよ、ぜひそちらの方もチェックしていただいてね、はい、ぜひ YouTube とかでチラッと聴けますんで、うん、曲はね、はい、とっても素敵ですよね。素敵ですね、はい、素敵な曲素敵ですよ、はい、珍しくドストレートなの来たなっていう、来たね、ドストレートだね、感じですね、はい、何年ぶりかの割とストレートなラブソングだと思います。ぜひ、はい、てな感じで、はい、ね、すぐ終わるでしょ、うん、でも多分ね、今ね、時間過ぎてるから、なんかあるの、告知とかないの。あ、告知ないよ、大丈夫ないよ、通りすがりだから大丈夫道玄坂 TV に来る、道玄坂カフェに来るとみゆちゃんに会えるとか。あ、あんまりいないの、渋谷に渋谷にね、あ、大丈夫、でも道玄坂はね、たまにいるの。いるのね、たまにいるの、たまにいるの、たまに通り過ぎてると思うからね、だからもうね、通り過ぎ、すれ違うかもしれないから、すれ違った時はじゃあ、温かく見守ってもらう感じで。そうですね、温かく足かけてもらうぐらいで大丈夫怖い怖い怖い、そういうの見たことあるから怖いね、怖い怖い怖い、はい、ということで本日も1時間というまでございましたけれども、はい、来月ありますか。大丈夫ですよ、来月あります、はい、次回の放送はですね、この後決めます。この後決めます。でこの後告知します。ホームページとかで、私の携帯が切れたから充電してからアップします。すごいね、電池がなくなったもん。なくなりました、すごいね、最高なら本当にね、はい、ということで、はい、じゃあ最後に、タイトルコールをして締めたいと思います。はい、おしゃれくしてって言ったら、うん、We go ってあの得意のイエイエイみたいなやつしといてください。にぎやかしです、にぎやかし、はい、ということで皆様本日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。コメントの方大丈夫でしょうか。うん、あ、はい、大丈夫ですか。はい、皆さんありがとう、はいはい、ということで、じゃあ、リアルはね、10日にぜひ会いに来ていただきたいと思います。ぜひ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 お願いします。はい、ということで最後タイトルコールで締めたいと思います。また来月お会いしましょう、はい、アイノスのおしゃれくしてWe go! ありがとうございました。イエーイ。